倍晋三首相は15日午前、首相官邸で公明党の山口那津男代表と会談した。山口氏は新型コロナウイルス感染拡大を受けた追加の経済対策として、所得制限なしで国民1人当たり現金10万円の給付を実現するよう要請。首相は、方向性をもって検討する、と応じた、写真。都心閑散、まるでゴーストタウン。会談後、山口氏は記者団に、政府が緊急事態宣言を発してから広範な深い影響が社会、経済に及んでいる。国民に励ましと連帯のメッセージをしっかり伝えるべきだ、と強調、首相に決断を促した。積極的に受け止めていただいたと理解している、と語った。